氷川きよし凛とした美しさに衝撃美、脚際立つ全身ショットも話題。歌手の氷川きよしが30日までにインスタグラムを更新。自身のソロショットを投稿した。写真、氷川きよしシ、美脚際立つ全身ショット弾ける笑顔も6枚。先日、プライベートで大阪に来たで。やっぱり何回来ても大阪はええな 大阪、めっちゃ好きやねんと綴り、リスタイル際立つ全身ショットを披露した氷川さらに、ホテルニューオータニ東京でのディナーショーが近づいてきました、と投稿した写真の美しさが話題を集めた。今回は、表舞台、博多座がもう懐かしい。お一人お一人の気持ちが深く伝わってきました。故郷、 博多座という居場所を作ってくださり感謝いたします。劇場コンサート次はみその座。明日はニューオータに東京ディナーショーほと倍量。アンドユヤと綴り、ひかわきよし25周年記念劇場コンサートツアー、絆、in 博多座の公演ショットを公開。気品あふれる姿が印象的だ。ひかわきよしひかわきよし 1977年9月6日生まれ。福岡県出身。2000年2月、日本コロンビア創立90周年記念アーティストとして、箱根八里の半次郎で歌手デビュー。同年、NHK 紅白歌合戦に初出場。2002年2月から初の全国コンサートツアーがスタート。全国70カ所で140公演を成功させる。 同年の大晦日に、清のずんどこぶし、で第44回日本レコード大賞の金賞を受賞。2017年10月、ドラゴンボール長×氷川清企画としてシングル、限界突破×サバイバーをリリースし、新境地を開拓。2024年、所属していた芸能プロダクションからの独立を発表し、新会社、キーズナを設立した。